あ、ようやく見るだけです。ようやく見る。夜の欄干を、ようやく夜の帳が降りて欄干を登って恋人に会いに行くという、とってもいい詩です。じゃあこれをね、書いていきましょう。ここを細く、ここを太く書くといいですよ。からここはね、横に跳ねるといいです。東の点がぶつからないためです。そういう点はね、ちょっと、感じ取ってください、ね。じゃあちょっといきますからね。はい、いきますね。これね、いいですか。右はあんまり伸ばさない、右はあんまり伸ばさないです。特にこういうところ、これが入るから、軽くここを太くね。太くから夜こうします。左を長く、こっちの方向とこっちの方向を変えます。はい、左手でちゃんと髪を押さえて、1,2,3 して横に跳ねてください。そうするとね、この東を書くとき楽なんですよ。ここね、欄干の間置いて決めてスーッと引っ張ってくださいね。はい、じゃあ行書いきます。はい、行くよ。こう来て、軽くちょっと筆を横にして、そう、軽く軽く最後だけ太くしましょう。これはね、1でしょ、2,3で、こっち来てください。真ん中を書いてからね。もちろんこっちからでも書く方法ありますから、どちらでも結構です。筆を横にね。顔を横にしてもダメですからね。腕だけ横ね。はい。これはね、窓。窓から見る山の景色が、もう秋深しというふうに訳しておいてください。ね、山の意向をとっても撮ってる。山はこう、赤く染まっています。役所で結構です。ここ速度がちょっと出てるの分かりますね。こう来て、深く来て、こういうところね。こう来て、でもいいし、ここをね、最初に書いて横3本でも構いません。これでも構いません。ここはね、下をこうわざと合わせないようにしましょう。ね、ちょっとこれ逆から書いてみます、ね。はい、行きましょう。はい、ちょっとどの程度か。はい、行くよ。って書いてみて。